こんにちは、大家さん専門税理士の田辺浩二です。大家さん専門税理士の大野です。今日ですね、はい、定額減税の続報です。はい、はい、以前の動画でですね、青色事業専従者、はい、つまり家族にお給料を出しているような人、はい、で、まあ、それをもらってる人ですね、はい、例えば旦那さんが、はい、不動産賃貸業やってますと、家族にお給料を出すと、はい、事業的規模であればできるわけですよ、はい、ね、まあ、事業的規模というのは5棟10室以上であれば、はい、青色事業専従者という形で設定して家族を設定して、はい、でそこに対してお給料出せると。でそのもらった人、はい、もらった人が定額減税が受けられるかどうかと、はい、いう話で、はい、これが受けられないと、はい、いうところだったんですね、はい、103万円以下の方は、まずつまり税金かからない人ですね、はい、税金かからない人はなぜだか定額減税から除かれていると、はい、いうところなんですよね。税金がかかる人、103万以上の人は受けられるっていうことですね。そう、自分の方で受けられますよっていうところなんですけども、はい、103万以下の方はなぜだか受けられないというところだったんですよね、はい、でそれがですね、なんとここに来て受けられるということになりました、はい、あれなんか方針が変わったのかなと思うんですけれども、はいね、まあ、散々ね、このチャンネルでも不公平だと、はいはい、おかしいんじゃないかというふうに言ってたのが、はい、届いてくれたのかどうかは分かりませんけれども。届いたんじゃないでしょうか。届いたのか分かんないですけど、はい、まあ、いろんな方面から多分言われたんでしょうね。おかしいんじゃないかと。はい、だっておかしいですもんね。おかしいですね。おかしいですから。不公平ですね、はい、うん。っていうところが、ここに来て、受けられると。はい、ね、103万以下の、先住者でも受けられるという形になったというところですね。はいはい、ただ、税金がゼロなので、これは、令和7年ですかね。はい、7年に、まあ、調整金みたいな形で、受けられるっていう形ですかね、はい。お金が給付されるっていう形ですね。給付されるっていう形ですね。はい。はい、うん、金額としては、4万円給付されると。うん、4万円給付されるということで、はい、まあ、つまり定額減税受けられたと同じ扱いですよっていう形ですよね。はい、そうですね。はい。でその時に申請する必要があるというふうになってまして、で、今のところ一応各自治体に出す提出書類としては、令和6年の源泉徴収票か、まあ、確定申告書の控え、それから住民税の税額の決定通知書と、あと低所得世帯向けの給付金制度っていうのがあるんですが、まあ、その給付金を受けていないという誓約書、まあ、これを提出することによって、令和7年に自治体から、まあ、4万円の給付が受けられるっていう、まあ、そういうふうになる予定ということですね。これ申請を出さないといけないっていうことですかね。そうですね。うん、はい。出さないと、はい、受けられませんよっていうことですよね、はい。出さなければもらえないっていうことですね。はい。はい、これ気をつけなきゃいけないですね、これ、はい。出さないともらえないっていう話なので。そうですね、はい。怖いですね、これ。なんか、なんでしょう。あわよくば、給付しないで済むようにしようとしてるのかなって、なんかちょっと見えなくもないですけれども。まあ、自分はそこまでは言ってないですけどね。そうですね。そこまで言ってないですけど、でもそう見えてもおかしくないんじゃないかというところですね。はいはい、そうですね。なぜかというと、はい、これどこにも書いてないんですよ、これ。ああ、そうですね。そう、これ内閣府のホームページかな。はい、に、なんか、しれっと書いてあってですね、国税庁の Q&A 直してないんですよ、俺。ああ、そうですね。うん、あと、なんか、こう、アナウンスというか、そう周知も、なんか、ないですね。ない。はい、っていう感じなんですよね。はい、なんだろう、これは、と思うわけですよ。はい、いや、もっと大々的に周知しないと、はい、だってね、受けられないっていうふうに、ね、はい、最初言ってるわけですから、はい、あ、もうダメなんだっていうふうに、もう諦めちゃってる人多いんじゃないかなと思うんですよね。そうですね。はい。でもやっぱ受けられますよっていうところをちゃんと、もっとアピールしないと。はい、はいね、で、しかも申請が必要だということは、はい、もう最初からもう俺受けられないや、みたいな人は、申請もやらない可能性もあるので。そうですね。もう受けられない、はい、はい。ということは、あわよくば4万円払わなくて済むと思われても、仕方がないんじゃないかという話ですよね。はいはい、そうですね。こう、なんかこう、給付受けられる制度を拡充したっていう話なので、うん、まあ、みんなからこう、まあ、いい
いいことだっていうふうにいい印象を受けるっていう内容だと思うので、もっと言った方が、うん、まあ、なんていうんでしょうか、政府の評価が上がるって言ったらあれなんですけど、うん、評判良くなるんじゃないかなってちょっと思ったんですけども、うん、なんかあるんですかね。なんかそうっすよね、はい、ぶち上げたはいいけれども、はい、中途半端な感じで、そう、ね、なんか終わりそうな感じじゃないですか、はい、あれですかね、またこれでこう盛り上がってしまうと、また来年もやった方がいいんじゃないかみたいな話が盛り上がっちゃうのが嫌だなっていうふうに思ってるとか。どうなんですかね。でも岸田さん結局続投しないじゃないですか。そうですね。なんだかなんかちょっとやりっぱなし感がなんかあるのかなってちょっと思っていてですね。はい。なので、まあ、我々の動画ではですね、はい、あの103万以下の方は、はい、あのボーナス出して103万を超えるような形でやりましょうっていうふうに、はい、そうすれば定額減税受けられますよっていうふうに言ったんですけども、はい、まあ、それはしなくていいっていうことですよね。そうですね、はい、まあ、そこまでやる必要ないですよと、はい、ね、なので普通に申請だけ忘れなければ、ね、はい、ちゃんと受けられると、令和7年になりますけども4万円の給付受けられるという形になりますので、はいはい、でこれがちょっと自治体によってまた変わるかもしれないので、まあ、そこの自治体の連絡を待ちましょうというところですかね。そうですね、はい、もしくは自治体に問い合わせていただくと、はい、ということがいいかなというところになりますかね。はい、はい、ということで、はい、まあ、よかったなというところに、ね、はいはい、なりました、はい、ただ来年の話なのでちょっと忘れないようにしないといけないですね。そうですね、忘れないだけしていただければと思います。はい、はいはい、ということでありがとうございました。ありがとうございます。